ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14、蒼天の石ガルド編、第55回配信を撮っていきたいと思います。さて前回、霊峰ソームアルを踏破した我々でございましたが、たどり着きました、この空間。というわけで、報告場所があちら、エーテライトもあるので、まずちょっと報告の前にエーテライトを触っていきたいと思います。エーテライト、そして向こうにトーナリー岩がありますので、かっこチョコボポーターがありますので、これも触っていこう。でも説明が可愛いよね。チョコボを呼び、ダチンを渡すことでチョコボ止めとして利用できる。さてそんなわけで報告をしていこうかなと思います。さて報告場所までやってまいりました。というわけで、報告する前にちょっと本日もですね、お友達を新しく出していこう。誰がいいかな。ギルマガメッシュさんに行こうかな。剣豪ギルマガメッシュを模した魔法人形、生きていたら、生きてたらまた会おう。シュッ。さて、いつも間違えるね。ミニオンリスト、ギルガメッシュくんいた。マメット・ギルガメッシュ。とあるエオルゼア最強の彫金師が自宅の魔法人形を修理した際に勢い余って作り上げてしまったもの。一人息子の友人ギルガメッシュの姿を模したようだ。息子をよろしく頼みます、という思いが込められている。おう、わかった。足跡かわいいね。ダイヤ型なんだ。なるほど。シュッ。ギルガメッシュ。撫でる。あ、歌舞伎みたいなメイクがされている。あ、こんなんだったっけ、ギルガメッシュ。あ、かわいい。動きかわいいね。なるほど。よし、じゃあ今日は、ギルガメッシュ君と一緒に頑張っていこうな。よし、じゃあエステニアさんとイゼルさんにも話しかけていこう。くぐぐ、感じるぞ、邪竜の度胸な。奴の根城もこの空のどこかにあるはずだ。イゼルさん、ドラゴン族の聖地、そして聖竜フレースベルグが住まう空、私たちはついに来たのね。来ました、アルヒョン君。ここが霊峰ソームアルの頂き、ドラバニア雲海か。さすがはエオルゼア最高峰の山頂だ。空気が薄く、クルザスとは異なる冷たさを感じる。君はいつも寒いと言ってますね。お洋服、あ、でも粉薬1個開きますね。お、高地ドラバニアの風を知る者。あ、ここでクリアだけど、フライングマウント高地ドラバニア解放ですね。あ、これは普通に割と進めていくと解放されるんだね。この間セリフ違う？あ、違うんだ。まさか霊峰の頂の上にこのような光景が広がっていたとは。これからの遺跡はかつて竜と人とが共に生きた証。青の竜騎士を目に焼き付けておくがいい。若干、しかし、何という景色なのだ。感動せずにいられようか。あ、なるほど。エステリアさんが喋るとね、いつもイゼルさんがツッコミを入れるっていうね、ちょっと可愛い感じ。レベル53クエスト、意外な姿。ソームある山頂のアルフィノは何かを思案しているようだ。チュチュ。さて、問題は、聖竜、
フレースベルブの居場所をどうやって探すかだが、なんだあれは。シャンメイ、私の見間違いだろうか。モーグリ族に見えたが。モーグリ族は国営の森にのみ住まう種族。それがここドラバニア雲海の空に。いや、詳しいことを考えるのは後だ。先ほどのモーグリ族を追ってみよう。聖竜の居所を聞くことができるかもしれない。お、こっちに。なんか周りのエリアも気になるけど、こっちとりあえず。うわ、未知の土地に早速。あれ、他の二人は、他の二人いない。アルヒノ君、えい、見失ったか。シャンメイ、周辺をよく探してみよう。おやおや、キラキラしてますね、あそこ。周辺も何もっていう感じ。さあ、この辺もあれだね、ヒントが分かんないんだよな。どの絵元使ったらいいのとか、何時に見ればいいのっていうのがちょっと分かりにくいかも。指定地点いっぱいあるんだけど、じゃまずこの手前の魔法の痕跡から。何者かの気配を感じる。どうやら魔法で姿を隠しているようだ。指定していっぱいあるんだ。イゼルさん、どういうことじゃ。どこに行ったのだ。見渡す。先ほどのあれがモグリ族か。初めて見たが、案外かわいいものだな。なんだ、意外そうな顔をして。私とて可愛いものを可愛いと思うことくらいあるぞ。氷の巫女と呼ばれても心まで凍りついてはいないのだ。失礼しました。なんか失礼しました。お、エスティニアンさん。エスティニアンさんはモーグリ族に対してどう思ってんだろう。モーグリ族だと。俺は見たことがないんだが、ともかく探してみるとするか。あれ、さっきの見えなかったのか、視界的に目に入らなかったのか。アルミノが見えてたんだよね。モーグリ族などどこにも見当たらないぞ。その辺にある綿毛みたいな植物と見間違えたんじゃないのか。間違えてないんですよ、それが。アルミノだけどっか行っちゃったね。あれ、いないよね。どこだい？うん、いいや。とりあえずステージで。この辺りにモーグリ族の姿はないようだ。ん？これは関係ないんだよね。うん。あ、アルミ君後ろにいたか。あれ、でもさっきいなかったような。こっちの方角に逃げ込んだようにも見えたが、魔法で姿を隠しているのか。
コンプリート。じゃあ次のクエストを受けていこう。アルフィノ君の腕組みかわいいですね。さあレベル54クエスト、雲海のモーグリ族。何くれる？これかな。モグモグホームのアルヒノはモーグリ族の行方について思案しているようだ。受注。さてどうしたものか。モーグリ族の協力を得られれば聖竜フレースベルグの居場所じゃない居所も分かると思ったのだが、俺が竜の目から感じ取ることができるのはニーズヘッグの存在だけだ。この広い雲海を闇雲に探すというのは願い下げだぞ。エステニアン殿の言葉はもっともだ。では手分けして探るのはどうだろう。イゼル、あなたは対話可能なドラゴン族を探し、聖竜の行方を知らぬか尋ねてはくれないか。わかった。この辺りにいる竜の多くが蛇竜の眷属のようだが、できる限りのことはしてみよう。アルフィノはどうするのだ。引き続きモーグリ族の線を探ってみる。シャメイ、グリダニアまで付き合ってくれないか。国営の森のモーグリ族に協力を仰ぐんだ。俺はこの場に留まらせてもらうぜ。ニーズヘッグの動きを見張っておきたいからな。奴はヒオマンの死と竜の目の接近を感じ取り、こちらの出方を伺っているようだ。しばらく睨み合いを続け、時間を稼がせてもらおう。そうしてくれると助かるよ。ではシャンメイ、行こうか。カヌエ様に話をしてみようと。だがその前に、この集落らしき場所には古式のエーテライトがあるようだ。忘れずに交換しておいてくれよ。古式のエーテライト？さっき交換したやつとは違う？さっきのでいいだよね。これでいいんだよね。こっち。他にはない。親切設計。どうしようかな。もうちょっと他のエリアを見ておきたいんだけど。今の踏み役あんなとこにあるね。どうやって行くの？今飛べないよね。そりゃそうだ、風脈あるんだから。こっから登れるじゃん。風脈は、あ、ここね。くって。ここ先どうなってるの？なんか不思議なものがある。お、ここが山頂。山頂です。おお。へえ、敵はいないんだね。これは普通にこういうのが飛んでるんだね。山頂に来たからとて何もないね。これそっちには行けないのか。いや、行ける。この真下がエーテライトがあるのかな。
へえ。ちょっとあれだね、行けるとこと行けないとこと高低差とか複雑そうだね。了解です。というわけでもうメインクエストがグリダニアということで、じゃあグリダニアのアルフィノ君のところまで行きますかね。ではワップ。さてグリダニアまでやってまいりました。ちなみにちょっとギアセットというかあれをいじって眼帯やめました。ムービーの時にずっと全然目見えなかった。さっきアルフィノ君に話をしていきましょう。急な申し出だったがカヌエ様は我々と面会してくれるそうだ。彼女を通じて国営の森のモーグリ族に協力を仰ぐとしよう。会談場所はいつものように不護船の座卓だ。案内してもらうとしよう。案内してもらおう。いつものカヌエ様との面会か。それでは不護船の座卓に移動しよう。ようこそいらっしゃいました。メルビブ提督からお二方の無事を聞いてはいましたが、こうしてお会いできて心から嬉しく思います。その節は我らのためのご尽力本当に感謝いたします。ですが今日こうしてお目通りをお願いしたのは再会を祝すためではありません。千年にわたるイシュガルドとドラゴン族の闘争、粒子戦争を終結に導くためお知恵を拝借に参ったのです。詳しくお聞かせ願えますか。聖なる竜との対話のため雲海に住まうモーグリ族の協力を得たいと。クポポポポポ、これは驚いた。クポ、まあクポロコップ、カヌエに木の実を届けに来たら面白い話を聞いた。クポ、雲の上のモーグリ族なんて初耳。クポ、あ、知らないんだ。いや、国営の森のモーグリ族に会うのも久しいな。我々も驚いたが、確かにあれはモーグリ族だったよ。君たちとは毛色が違ったようには見えたがね。クポロ、あなた方の間にも雲海のモーグリたちについて伝承などは残っていないのですか。モーグリ族の伝承ではモグたちのご先祖様は天界に住んでいたと言われている。クポ、前王モグルモグ12世の伝承ですね。モーグリ族最後の王が天界から糸を垂らし一族を地上に導いたという。つまりはもともとモーグリ族は雲海に住まい何らかの理由で地上に降りた。それが国営の森のモーグリたちであり、事実は伝承となった。そう考えるのが筋かもしれませんね。しかし、アルフィノ殿のお話からすると、彼らは人との接触にはあまり慣れていない様子。モグたちと同じくぽ。国営の森のモーグリたちは、人を警戒して姿を消す。クポ、きっと雲の上のモーグリもびっくりしたんだ。クポ、だったらモグがお空に行く。クポ、同じモーグリ族なら絶対にお話を聞いてくれる。クポ、なるほど、明暗だ。雲海まで同行を頼めるかい。もちろん。クポ、森の外に出るのは怖いけど雲の上のお仲間と会うのはとっても楽しみ。クポ、
それでは私も同行いたしましょう。ご協力できることがあるやもしれません。よろしいのですか。私たちは幾度となく暁の皆様、そして光の戦士であるあなたに頼ってまいりました。周囲の反対があったとはいえ、私は痛みを伴う道をあまりにも避けてきた。だからこそ今度は私自らに赴かせてください。みんなめっちゃ反対のイメージ。良いですね。ありがとうございます。それではお言葉に甘えさせていただきましょう。よろしくお願いいたします。カヌエ様、よし。というわけで、多分割といい時間になった気がするので、どうしよう、アルフィノ君の話だけ聞いとく。またちょっとムービー始まるかな。ちょっと今回ここまでにしたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はそちらのアルフィノ君にお話をするところから始めていきたいと思います。では失礼します。